いらっしゃいませ、つくらぼ TV オープンです。本日のお相手は店長マスオとラボットくんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今回はですね、ラボットくんの制作動画ということで、今年2021年ラストの制作動画となっております。ラストは何でしょうか。ジュノン。あ、出た。ジュノン。ジュノンでございます。ジュノンって今まで制作動画なかったですか。ジュノンの、まあ、うん、SR その次のやつかな、うん、レプリカとかはあるんやけど、純粋な初期型ジュノン。あ、これが初期型なんですね。全ての、まあ、原点というか、ね、はい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 、一番好きなやつでございます。お、なんでね。なるほど。はい、じゃあもう早速見てみましょうか。どうぞ。はいはい、本日作っていきますのはこちら、ボックスさんから発売されたガレージキット、ソリッドアートバージョン、ジュノンアーリータイプ100分の1スケール、こちらを作っていきます。では、まずは開封していきましょう。じゃんと。はい、中身はこんな感じで、こちらが取扱説明書ですね。で、まあ、なぜ今回このキットを選んだかというと、まあ、今年の最後の、まあ、こちらが今回がね、制作動画になるんですが、まあ、だったら、自分のね、一番好きなキットをね、まあ作ろうかと。何が好きかなと思った時にパッと浮かんできたのがこのジュノンです。で、これはね、このキット、まあこのキットっていうかね、ジュノン好きでね、まあ他のメーカーさんのものであったりとか、あとはね、ボークスさんから発売されている MM っていうバージョンの、まあ、ガレージキットとか作ったことがあるんですけど、やっぱ何度作ってもいいよなとは思うんですが、まあやっぱりね、まあボークスさんのキット、すごくね、綺麗です。まあ、抜きも綺麗やし、まあ、肌触りもね、綺麗で。まあ、この一個前にね、ちょっと作ったキットもあるんですが、まあ、それに比べてね、すごく、こう、肌触りがいいし、で、この胴体のデザインもね、足のデザインもやっぱかっこいいですよね。まあ、そんな感じで、まずは、まあ、開けていきますか。というわけで、まあ、ちゃちゃっと開けていって、で、まず、ガレージキットなんですけども、まあ、こんな感じで、ランナーを切り離す際は、結構、遠めに、かなり余分めに切ってもらって、で、ニッパーもね、今使ってるような厚手のニッパーで、ちょっとこれぐらい残しで、切ってあげてください。では、そのまま下地処理をしていこうと思います。で、まあ、大まかなとこはね、プラモデルとかと一緒なんですけども、ガレージキット特有のね、こういうような、まあ、ランナーが出るとこがあるんですよね。で、まあ、ガレージキットの、まあ、ランナーを切る際、これ、ね、今までね、何度か、まあ、お伝えはしてるんですけども、再度、改めて。まあ、こんな感じで、ちょっと残しながら切っていって、ここもね、まあ、ランナーじゃないや、ニッパーでいっちゃうとね、バリっていっちゃったりするんで、まあこういう箇所はデザインナイフを使って、まあゆっくりと気をつけながら落としていって、まあ、こんな感じでね、これね、指切るんでね、ちょっと気をつけてください。まあこんな感じで。で、あとはヤスリ。結構ね、早い段階からヤスリに移っても、まあ、レジンって結構、切削性はね、悪くないので、ゴリゴリ削れるので、まあ、ヤスリを使って整えていって、まあ、綺麗にしてあげてください。まあ、そんな感じでね、まあ、他のパーツもこんな風に綺麗にしていきます。で、まあ、ガレージキット特有というかね、絶対に全てのパーツにこんな感じで、パーティングライン、っていうかね、まあ分割線っていうのは絶対に入ってるんですよ。まあこれはね、上下の挟み込みというか肩からね、まあゴム型で抜くので、絶対にね、その間っていうのが出てくるので、まあそういうところを見落とさないように、全体的に、まあ、こう、気をつけながら、まあカンナがけになったりとかをして、綺麗にしていってあげてください。で、その際ね、まあ、さっきみたいなデザインの部分だったりを削り落とさないように気をつけながら。で、時にはこういう細いヤスリとか、まあ、紙ヤスリ、ペーパーヤスリとかを使いながら、綺麗に整えてあげます。はい、表面処理も終わったので、
洗浄をやっていこうと思います。毎度おなじみのジョイとクレームクリンザーを使って洗っていくんですが、まあ今回ね、実はまあこの前の動画のまあオージェ220分の1のキットなんですけども、それと同時に制作していまして、まあ足を比べてみようと、まあこんなちっちゃいんですよっていう感じで、まあ少し見せようと思って、まあ一旦取り出してきました。ではまあ気を取り出して洗浄していきます。はい、では洗浄が終わったので次は軸打ちをやっていこうと思います。まあ軸打ちはね、まあ今回、まあ初めてガレージキット製作を見ている方のために簡単に説明しておくと、まあレジン製のキット、いわゆるガレージキットを、まあ、作るときには、まあパーツ同士をね、まあ、接着剤で最終的には固めていくんですけども、まあそれのね、まあ補強として各パーツを、まあ真鍮線だったりとかアルミ線を使って、まあ、固定していくんですけども、まあその穴を開けて、で真鍮線を刺して、まあ組んでいくっていう作業になります。で、まあ、こうしっかりとね、同じ位置に開けないといけないので、まあ難しいと思うかもしれませんが、まあ最近のキットとか、まああとはこのボックスさんのキットは、しっかりとガイドラインが、まあここに開けてくださいねっていうところがついてるので、まあただただ、まっすぐ、垂直に開けることができれば簡単な作業なので、まあ気兼ねなくというかね、難しいこと考えずに作っても大丈夫だと思います。で、まあ今仮組みをしちゃってってるんですけども、まあ今回ね、なんでこのジュノンを、まあ、選んだかというと、まあ冒頭でもね、お伝えした通り、まあ好きなんですよ。モーターヘッドの中で一番好きな種類の、まあシリーズ、まあエンゲージシリーズが好きなんですが、まあそれとは別にね、この動画がアップされる、3日後、12月の25日に、ついに、SR3、まあ、これのね、まあ、別の機体のやつなんですが、それのゴティックメイド版のハイレオンが、ガレージキットで発売されます。なので、まあ、それを記念してというか、それに合わせて、まあ、ジュノンを作ろうと思ったっていう感じですね。なんやかんやしてる間に、はい、仮組みが完成しました。はい、バラしてサフを吹いてきました。で、ここはもうこのサフを吹いた後はいつも2000番、まあこれ4000って書いてあるので、実質2000番のね、まあペーパーなんですけど、それで軽くな全体を、まあ整えてあげながら、まあ、ヤスリ残しとかがないかとかのチェックも同時に行っています。まあ綺麗にできてますね。グッジョブ。はい、では塗装をやっていきます。まずはフレーム部分を、まあ、ガイアのアルティメットブラックで、まあ、黒く仕上げていきます。で、今回もね、ツヤツヤの光沢仕上げにしていきますので、ベースカラーの段階で綺麗にツヤっと塗るように意識して塗っていきます。で、胴体部分ですね。でね、まあ、このジュノン、他のモーターヘッドっていうか、まあ、他のって言ったらあれかな。ただ比較的ね、まあ、この腰のパーツの段差とかが、まあ、控えめな、まあ、初期の方のデザインなのでね、控えめな作りになってます。なので、塗膜をあまり厚くしすぎると、段差がね、ちょっと、まあ、緩くなっちゃうので、まあ、薄く拭きながら、でも、ツヤが出るように気をつけながら塗っておりますと。で、ベースカラーが終わったら、次は、パールをかけていくんですけども、今回は、ショーアップさんのグリーンパープルと、ファインパープルをちょっと混ぜたやつで、軽く、コートしていきます。あまりね、かけすぎると、ちょっとギラつきすぎるので、まあ、ふんわりと、こういう感じの仕上がりにしていきます。胴体もね、がっつりかけすぎると、まあ、やっぱり癖が強いのと、あとはベースがね、まあ本体フレームが真っ白なので、まあこれぐらいに抑えて拭いていきます。はい。で、今回の、まあ、見どころというかね、一番時間がかかった部分の塗装に入っていきます。で、まあこのベール、まあ縦なんですけども、
普通はね、まあ、一面をグリーンにして塗装して終わりなんですが、今回ちまちまと細かい風に塗っているのかお分かりでしょうか。で、この塗装方法なんですけども、まあ、以前ね、吉本プラモデル部さんの、まあ、あのプロモデラーの桜井さんが、動画でねやられていたのを見たことがある方はもうお分かりだと思うんですけども、その時はねジュノーンのレート型なので後期型ジュノーンのねプラモデルなんですけどね、今回のちょっとアーリージュノーンとは違うんですが、あのパネルラインごとに、シャドウをこんな感じで残しつつ、まあ、次のパネルをしっかりと、まあ、こう貼り付けて、まあ、一個ずつねマスキングをして、でさっきのシャドウがの部分にはかからないようにまたはっきりと、まあ、陰影をつけていくというような、まあ、塗り方。まあちょっとねこれと似たような、まあ、横紙とかでね使う塗装の手法で、まあ、パネルシェード、まあ、マスキングをしている外側の部分だけねうっすらと、まあ、ぼかしが入って、でマスキングの部分ははっきりと透明が残るっていうような、まあ、塗り方なんですが、ちょっと分かりづらいかもしれませんけど、まあ、こんな感じで、まあ、1枚ずつねこうお札で封印されたみたいな感じで全面をマスキング1回1回しながら塗って、でこれが塗り終わったらまた一旦全部外してさらに塗り重ねていくっていうのを今回やっていってます。はい、これが一旦全部マスキングを取ってきた段階です。この段階ではね、塗ってる、グリーンも暗いので、ダークグリーンなので、ちょっとわかりづらいかとは思うんですけども、先ほど塗ったグリーンに、この明るいグリーンをちょっと足して、彩度を上げたものをまた塗り重ねていきます。で、この際なんですけども、前回塗ったグリーンのちょっと下あたりぐらいまで、少し下あたりで止めるような感じで塗っていきます。なので徐々に、まあ、グラデーションを上から下に、まあ、明るくしていくと。で、まあ、また塗って、ちょっとまだ分かりづらいかな、まあ、これをまたマスキングして、で次のパネルに行きます。これくらい、ちょっと見えづらいですね。ちっちゃい部分なのでね、少し見えづらいと思うんですが。で、マスキングをして、で、次の部分を塗っていきます。で、まあ、こんな感じで何度もマスキングをして、で、まあ、サイドを上げていって、明るくしていって、で、まあ、またマスキングをして、で、剥がして、また塗ってという感じで、今回実はこの、ベルの塗装だけで2時間ほどかけております。なので今回のまあ見どころというかね、まあ、せっかくね年内最後の制作動画なので、ちょっとまあ手間がかかるというかね、ちょっと凝ったような手法を使ってみようかなと思って今回これを取り入れました。で、あとはねもう一つね、まあ、狙いとしては黒い部分を残すことで、この後パール塗料で全体をコートしていくんですが、まあパール塗料ってのは、まあ黒い方が目立つんですよ。で、明るい塗料の上にパールを振っても、まああまり目立たないので、まあ徐々にね、明るくしたグリーンの部分でよりも、シャドウに残った部分の方がパールがギラッと、まあきらめくかなと。で、それによってパール感の、まあ粒子の見え方とかも、まあ変わってきて、ちょっと変わった風な、変わったばっかり言ってますが、うん、ちょっと凝った塗装を、に仕上がればいいかなと。もうね、ちょっと何言ってるかわからないかもしれないですが、まあ引き続きご覧ください。まあこんな感じで、一枚ずつ剥いでいきます。わかりますかね？ちょっとね、やっぱりこれクリアをね、上からかけてあげたりすると、もっとわかりやすくなるんですが、最後にこのフィニッシャーズさんの明るいグリーンを使って、仕上げに塗っていきます。で、まあこんな感じでね、塗り重ねていくんですが、
まあこの時の注意点っていうのが、まあやっぱり前塗った段階よりもちょっとした部分で止めるっていうのも大事なんですが、色を重ねていくと色の境目っていうのがね、まあ、すごく見づらくはなってきます。ただまあ各パネルごとに塗っていってるので、それぞれのまあシャドウが残ってる部分の厚みとかがね、バラバラだとちょっとかっこ悪い感じに仕上がってしまうので、まあ全体のまあ割合的に全部同じ割合で、まあ、パネルもね大中小ってそれぞれあるんですが、それぞれが同じぐらいの割合でシャドウが残っていて、で明るいところの部分のまあ割合も同じぐらいという感じで塗れたら、まあ、綺麗に仕上がると思います。こんな感じで仕上がったら、先ほどの塗料を全体的にうっすらとかけていきます。で、まあ、こうすることで、まあ、全体をなじませるのと、まあ、色のグラデーションを整える、まあ、全くね違う色を重ねてってるわけじゃないんですが、一度同じもので、まあ、全体をただねシャドウが消えないようにうっすらとだけ少しね薄めに溶いた、まあ、希釈した塗料をかけていっています。ちょっと情報量がね多いと思うんで、まあ画面の方を見ていただいて、こんな感じに仕上がりましたよとのを見ていただけたらなと思います。はい、でベースが完成です。いかがでしょうか。はい、で仕上げにこのショーアップさんのクロノスファイングリーン、まあグリーンのねパール塗料を仕上げにかけていきます。でまあショーアップさんのパール塗料なんですけども、まあ、これはあくまで個人的な見解なんですけども、すごくきめ細かくてまあ綺麗なパール塗料なんですが、まあ1回で発色するっていうような感じではなくて、まあ何度か薄く吹きつけてあげることで、まあ綺麗なパール表現に、まあ、表面にねなれるので、まあうっすらと2層ほどかけています。でパール塗料ってね、実は上からクリアをかけることできらめきがすごく増してきますんで、今クリアをかけています。でこの後にねさらにクリアをトップコートかけていくんですが、その前に一度クリアをかけて、でこの後マスキングを再度この面にするので、パール塗料に直接マスキング面が当たらないように一度クリアをかけています。こんな感じです。綺麗に仕上がったんじゃないでしょうか。はい、であとはまあメインボディを塗っていきます。今回はアルティメットホワイトにちょっとだけグリーンをほんの数滴だけね加えたものでメインカラーを塗っていこうと思います。まあ当然ねまあツヤっとした表面にしたいので、まあ慎重に、かつね塗面をあまり厚拭きにならないように気をつけながら塗っていっております。はい、こんな感じで、まあヘッドパーツみたいにね、まあ結構凹凸というかデコボコ多い部分とかは、まずは先にね塗料が入りづらいところっていうのをうっすらと色を吹きつけた後に、あと全体的に塗っていくと、まあ塗面にねムラができずに綺麗に塗れるんじゃないんでしょうか。まあこんな感じで、こんな感じばっかり言ってますが、はい、綺麗に塗れてますね。でホワイトが塗り終わったら、クレオスさんの今度はターコイズグリーン、まあボディにはねこのクレオスさんのパール塗料を使っています。これはね粒子がまあ先ほどのショーアップさんのものよりはでっかいのでね、まあちょっとギラッとするんですけども、あまりギラギラと、あとグリーン感をね出しすぎないようにクリア塗料で薄めたものを使っています。うっすらとまあキラッとねきらめくというかね、ツヤっぽい仕上げ、こんな感じの仕上げになるように気をつけて拭いています。はい、でまあ全体塗り終わった次は部分塗装をやっていきます。でまあ各部位をまあマスキングして、でまあ本来ねここはフレーム
色と同じ色になるので、また同じように黒を塗って、で、まあパープルのパールを拭いていきます。で、ここはグリーンの部分ですね。まあ、こんな感じで、まあ、ガレージキットって、まあ、一体型のパーツが多いので、まあ、よくマスキングをするんですが、まあ、このね、マスキング作業がね、なかなか癖物で、今回もマスキングだけで3時間ほどかかっております。3時間で済んだかな。まあ、結構マスキングって手間ですよね。皆さんマスキングお好きですかね？まあ僕はね、あまり好きではないです。ただ、もう絶対避けては通れないので、まあ苦行ですが、まあ頑張ってやっています。まあなんやかんやでこんな感じで部分塗装を終わったら、あとはね、トップコートをかけていくんですが、今回しっかりと磨き上げていきたいので、まあ全体のパーツに対してクリアを、まあ2回かけて、で一晩置いて、さらに2回ほどかけて、計4層クリアをかけています。ではマスキングを剥いていきます。足の部位もね、結構時間かかったんですよね。まああのベールの部分とね、同じようにグラデーションをかけて塗ってますんでね。はい、あとは仕上げと思いきや、じゃん、ボディのパーツがね、ちょっと色がうまいこと気に入らなかったので、一回落として、もう一回塗り直してこようと思います。はい、ボディパーツもやり直して、で、全体にクリアを描いた上に、コンパウンドで磨いてきたところです。あとは仕上げに、こう、最終仕上げで磨いて、綺麗に拭いていきます。さあ、どうでしょうか？このツヤで、ベールのね、このグラデーションいかがでしょうか？結構ね、自分的にはね、すごく満足ができる仕上がりになったんじゃないかなと思っています。で、まあこの足の部分もね、同じように時間をかけてまあ塗ったんですが、綺麗にね、グラデーションも、でグリーンのパールも、でグリーン自体もね、発色も綺麗にしてくれてるので、まあ頑張ったなって感じです。で、こちらがね、はい、この今持っているのは、うちの編集をしてくれているムラシーの手なのですが、まああの、このメールをね、ただただ写しましょうとのことなので、はい、綺麗に撮ってもらったところです。はい、あとは組み立てていくだけなので、まあその間にね、今回の、まあ、制作したモーターヘッド、ジュノーンについて少しお話をしたいと思います。で、まあ、このジュノーンっていうモーターヘッドなんですけども、まあ、ファイブスターストーリーズにおけるモーターヘッドっていうのはたくさん出てくるんですけども、その中でもストーリーに深く関わる、まあ、主役級の、というかね、もう一つの、もう主人公機と言えるぐらい、まあ、重要なモーターヘッドになっています。で、ざっくりと機体解説をすると、まず、この、まあ、ジュノーン、エンゲージシリーズというエンゲージ SR1 から続く、まあ、エンゲージシリーズのうちの、まあ、3番目の機体という位置づけにはなっています。で、これはどういうことかというと、まあ、コーラスオーケに伝わる、まあ、モーターヘッドの中で一番最初に作られたのがエンゲージ SR1 という機体があり、まあ、その次にエンゲージ SR2、まあ、またはマーク2という形で2番機が製造されます。で、その次に製造されるわけではなくて、この SR1 の設計図をもとにコーラス3世が独自に開発したモーターヘッドとして第2巻に登場します。で、順番的には SR1、SR2 の登場より先に、このジュノン SR3 が先に本編には登場します。で、後でね、エンゲージシリーズっていうのがあるんだよっていう感じでね、ストーリーの中でいろんなモーターヘッドが登場していきます。で、この機体の、まあ、性能なんですけども、まず見た目、優美さと耐久性を兼ね揃えた走行デザインの完成度は素晴らしく、それを見に来た主人公、ソープを感動させるほどのものでした。さらにね、新開発のランドブースター、後ろに背負っているものですね、
によって、まあ高く飛ぶことができるブーストジャンプ能力を持っていて、さらにプラズマ降車砲パイドルスピアの運用能力を持っていて、まあ攻撃力に関してもまあ十分なものを持っていたのですが、まずね、本来モーターヘッドを作る人のことをマイトと呼ぶんですけども、このジュノーンを作ったコーラス3世ってのは王様であってあくまでマイトではないです。そのためエンジン出力の不足のためのパワー面の不備をすごく抱えていました。本編でバグーダという国と、まあ、このコーラス王家の戦争の際にテストとして出撃したんですが、その時のエンジン出力系の不調によって全体的なパワーが低く、でその際遭遇したブーレイというモーターヘッドと、まあ、戦闘をするんですが、当然ね、まあ、叶うこともなく撤退しようとするんですが、さらにその時にエンジントラブルで故障を起こして、ファティマのパートナーであるウリクルを失う、まあ要は死んでしまうっていう悲しい結果に終わっています。まあその後に、まあ主人公であるレディオスソープことアマテラスが、まああの自分の国 AKD よりレッドビラージュのスーパーイレーザーエンジンを持ち込み、まあこれに、このジュノーに組み込むことによって、まあもう魔改造ですよね。もう驚くべき化け物みたいなパワーを守った、まあ神をも倒すモーターヘッド、聖団最強のモーターヘッドの一つに生まれ変わるんですが、まあそれはまた後のことで、まあその時のジュノーをレートジュノー、ジュノー後期型と呼ぶような形になります。なので、まあジュノー後期型はね、またそのレートジュノーを作る際に話をしようかなと思います。で、まあエンゲージシリーズの話に戻るんですが、まあ先ほど説明した SR1、SR2 で、このアーリージュノンとレートジュノン合わせて SR3 で、その後に SR3 レプリカという機体も存在します。で、レプリカとは、まあどういうことかというと、このコーラス3世の娘セイレイがこの SR3 の設計図をもとに他の人に、まあ他のね、マイトに製作を頼んだ、まあ、SR3 を模した別のモーターヘッドなので、まあ、SR3 レプリカとなってます。で、この SR3 レプリカ、あの以前作ったものがボックスさんのもので同じメーカーのものがあるので、完成動画の際にね、形も似ているので一緒に、撮影したものがありますので、それも後でご覧ください。で、最後に SR4 っていうのも登場します。ただね、この SR4 っていう機体なんですが、まあこのアーリージュノーをもとに、まあレートジュノーになって、さらにそれを改造して、まあ SR4 と呼ばれるモーターヘッドになります。なので、まあ実質的にはね、 SR1、SR2 でこの SR3 っていう機体がありますよっていう感じだと覚えてもらえればいいかなと思います。で、最後になんですが、このジュノーについて、まあ、原型師の生島さんっていう方が、ベストオブ FSS というね、本の中で、まあ、コラムを書いてらっしゃって、まあ、その時のね、一節がすごく印象に残っているので、まあ、それをちょっと紹介しようと思います。長野ロボットデザインの大河を遡行した時にたどり着く源泉の一つがジュノン系列だ。その原初のコンセプトが長い時間をかけて書き続けられて今日に至る。確かに発表時期によって外見上の変更は見られるが、本質が変わることはなかった。白い宝石は丁寧に磨き上げられ、大切にじっくり育てられているように思える。これからもモーターヘッドの原点として折に触れ、その美しい姿を見せてくれるだろう。で、このタイトルというかね、コラムのまあ最初の方に、一見シンプルな白一面の面の中に隠れる豊かな表情、長野ロボットの源泉の一つ、
白い宝石ジュノンっていうタイトルで、まあ、書いてらっしゃるんですけども、まあ、それがねすごく、まあ、印象的で、まあ、この機体のことを白い宝石とね、まあ、呼ばれているところが、まあ、すごく気に入っています。なので、まあ、紹介したいと思ったのでちょっと紹介させてもらいました。まあという感じでね、まあ、なんやかんや、まあ、お話ししてる間に、はい、完成をもういたしますと思いきやなんですよ。この段階でちょっとね、まだ胴体がというかね、まあ何が気に入らないというかね、まあパールット量がねちょっと目立ちすぎて欠けすぎた感じがねしちゃって、まあそれがもう気になりだしてね。なので一回ここまで組み上げたものをバラして再度胴体をドブ付けにして塗料を全部落として塗り直してきました。で塗り直したものをさらに組み立てたものが完成になりますんで、まあそれを、まあ、完成動画でちょっとお見せしたいと思いますと。まあ結構ね、まあベールの方もね時間かけて磨き上げもまあ頑張って仕上げたので、じっくりと見ていってあげてください。で、まあ本日制作していきましたのは、まあ5スター大好き、私くし、ラボットくんになります。で、まあ来年もね、まあ早速なんですけどね、今月25日に、オージェアルスキルとハイレオンも発売されますんで、まあ早速ね、作っていって、来年早々に、お見せできればと思って頑張りますので、まあいろいろとね、まあコメントいただけたりとか、まあ自分はね、こういうもの、モーターヘッドが好きだよとかね、思い入れがあるものがあるよとかね、どんどん言っていただけたら幸いです。で、まあ制作動画はね、今年はこれで最後になりますので、ぜひ来年もよろしくお願いいたします。というわけで、本日はありがとうございました。じゃあね。というわけでいかがでしたでしょうか。いやーベイルめちゃめちゃ綺麗ですね。あれねサクッと塗ってるように見えるでしょ、うん、2時間ちょっとかかってます。いやー僕ね縦だけでねちょこちょこと横で見てましたけど、なんか久々にあ苦戦してるなって思って、苦戦というかね、うん、もう貼っては剥がし、うん、貼っては剥がし、うん、なんかずっと筋肉ワン筋肉ワンって言ってましたけど、あれベイルですよね多分ね。筋肉ワンところは胴体の、うん、あ、胴体か。あれ、胴体。まあ、動画でもね、うん、あれやけど、うん、2回ほど、お色をね、おおはいはいはい。あの、ドブ付けで。うわー、そうか。あの、1回全部最後完成して、うん、で、そこで、気に食わんかったんで、なるほど。バラして、もう1回乗ったりしてたんでね。じゃあもう、胴体もベールも、まあ、ね、今回結構時間かけてますね。ね、時間。まあ、最後のね、まあ、今年最後と、うん、あとやっぱ、ジュノンってことなんでね。はい、はい、はい。まあ、できる限り、うん、頑張ってみました。いやー、ね、素敵な制作動画やったと思いますね。
さて、まあ今年は制作動画はね、このジュノーンで終了になるんですけども、ね、残すところは今週の金曜日が日本橋プラモデルフェスタ、審査発表ですね。はい。で、まあ月曜日ちょっとお楽しみの動画を入れて、はい、で、来週のこの時間、水曜日。はい、29日ですね。今年最後の放送。生放送です。生放送で。生放送。やらせてもらいます。一応内容はね、何かしら、プレゼントっていう形になってるので、前回ね、動画でちょっと軽く触れたんですけども、完成品。完成品のプレゼントになってるんで。まあ何が出てくるかは、まあお楽しみということで。お楽しみでね。はい。ジュノーンも、はい。来るかもしれない。来るかもしれない。はい。ぜひぜひ、はい。29日の8時は、はい。開けといてもらえたらと、はい。思います、はい。よろしくお願いいたします。はい。それでは、その29日の生放送ですね。ジュノーン、プレゼントを出してくれるよねっていう方、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。29日の生放送は、カンちゃんの、マジンガー一択ですっていう方は、ツイッターフォローよろしくお願いします。はい。それでは、さよなら。